富士の国静岡。一歩路地を入るとそこは食の宝庫であふれていました。今回は食べる静岡第2弾をお届けします。はい、というわけで静岡県にいるんですけども、前回静岡県のグルメ旅というのをやったんですね。で、その時の動画あの概要欄に貼ってあるんで見てほしいんですけども、前回行けなかった場所、そして、その後ですね、調べまして新たに行きたい場所が出てきたんですね。で、そういうところをね、今回は、静岡県グルメ旅第2弾と称しまして行ってみたいと思います。まず最初に向かったのは清水駅から徒歩3分、イワシ料理のよし。店先には鯉が泳ぐ池がありまして、高級感が漂っているんです。さて、なぜイワシ料理の専門店に来たかと言いますと、静岡県はイワシの漁獲でも有名なんです。なので、せっかくですからイワシのフルコース頼んじゃいましょう。さあ、こちらがイワシのフルコース。イワシ料理だけで全部で6種類、これは楽しみです。まずはお刺身から生姜醤油でいただきます。一口含むと口の中にふわっと広がるイワシの風味。この日はランチに訪れたんですが、優雅なひとときを過ごしております。さあ、続いては焼き物からイワシの塩焼き。大根おろしに醤油を垂らし、その大根おろしをイワシに乗せて口へ運ぶ。うわぁ、これは美味しいです。さらにご飯も進みます。そしてイワシのマリネを頬張る。お酢が効いたマリネは口の中がさっぱりしますからね。さらにマリネの後はイワシのつみれ汁。胃に染み渡る優しいうまさ。まるで静岡県人の優しさがにじみ出たようなつみれ汁でした。さあ、まだまだいきます。続いてはイワシの天ぷら。もちろんイワシ以外に野菜の天ぷらもあるんですが、まず最初の一口はやっぱりイワシでしょう。シソに包まれたイワシの風味と食感は抜群。これはうまいでしょう。続いての一品はイワシの煮物。甘めの味付けのイワシは臭みもなく、ご飯との相性がとっても良かったですよ。イワシ料理だけで全6種。こんなに楽しい食事の時間は久々に味わいました。特うま！マグロだけじゃない、静岡の底力を感じた食事でした。さあ、続いて向かったのは同じく清水にあるエスパルスドリームプラザ。目的があるんです。その目的とはドリームプラザの中にある麺屋つばめ。静岡県にしかないラーメン店なんでね、来てみたかったんです。そんなつばめで食べる一品、それは TBS バナナマンのせっかくグルメで放映された関口メンディーが食べた塩ちゃっちゃ麺です。ところで、塩ちゃっちゃのちゃっちゃとは何かなと思って調べたんですが、煮込んだ豚の背脂を網で振りかける動作音から来ているそうです。というわけで、こちらが関口メンディーが食した塩ちゃっちゃ麺。上品な盛り付けです。スープの表面を見ると浮いている白いもの、これが背脂、いわゆるちゃっちゃ、塩ちゃっちゃ。浮いてます、浮いてます。食べたい気持ちを抑えて、まずはスープから食します。すると口の中に広がるニンニクの香り。背脂とニンニクでこってり系のラーメン、それが塩ちゃっちゃ麺なんです。こってり系のスープに絡みつく麺、箸が休まる時間がありません。一度食べてみたかった麺屋つばめの塩ちゃっちゃ麺、やっと口にすることができて大満足。さあ、今回はですね、焼津に来ました。で、焼津というと港があるんで、やっぱり海鮮になるんですね。で、海鮮といってもですね、今回は回らないあれをこんな価格で食べちゃおうという企画でございます。さあ、回らないあれを求めてやってきたのは金寿司地魚亭。目的は12時までの限定握り。その価格はなんと1000円。
安いです。さあ目的の限定握り、その数はなんと20貫。開店前から並んだ甲斐がありました。それでは駿河湾の幸をふんだんに使用した20貫1000円の握り寿司スタートです。マグロやカツオ、イカ、エビ、どれもどれも美味しいんですが、ここで一つ気になったことがあるんです。それはこちら。どうです、わかります？ちょっと赤みがかったこのシャリの色、これは赤酢を使用してるからなんです。この赤酢を使用したお寿司が地魚亭の特徴なんです。さて特に印象的だったもの、それは駿河湾の幸、生しらすと生桜エビなんです。これどちらも新鮮じゃないと提供できませんからね。いやー20貫で1000円、ほんと開店前から並んでよかったです。徳うま焼津でお得なランチ寿司、ここで決まりでしょう。さあお得なランチの握り寿司もいいんですけど、せっかく焼津に来たら食べたいもんがもう一つあるんです。この焼津、そして焼津港といえばマグロ、いや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 、実はあれもあるんです。ここ焼津はカツオの漁獲量日本一だったんです。知ってました？高知県じゃないの。というわけでカツオを求めて向かった先は食事処角屋。海の幸ふんだんなメニューに目移りをしてしまうんですが、こちらが目的のカツオ定食。漁港の町で食べる定食って感じで、僕こういうの好きなんです。さあカツオはこの時期なんで、もちろん初ガツオ。それでは新鮮な初ガツオいただきます。口の中に含むとふわっと広がるカツオの香り、これなんです。求めていたのはこれなんです。そんなカツオの特徴はあっさりさっぱり、これ初ガツオの特徴なんですね。初ガツオはカツオ特有の臭みもなく、何切れでもいけちゃう。そうあっさりさっぱり、匂いなし、本当に何口でもいけちゃうんです。いやーこれはうまい、特うま。今度は戻りガツオで来ちゃうぞ。いやー20貫で1000円、赤酢が効いたお寿司もうめちゃめちゃうまいし、あとカツオね、普段食べてる東京のカツオのお刺身と全然味が違うね。もう何なの焼津、特うますぎるでしょ。さあ食べてばっかりいても次の食事がお腹に入らないんでね、歩いて汗をかいてお腹を空かせて次の食事へという作戦で、ちょっと景色のいいところへやってきました。今からね、10年前、そうだね、15年前ぐらいかな、ちょっととあるね、有名な方に、あなたはストレスを発散するなら、海を見た方がいいって言われたんですね。それからちょっとね、ストレスが溜まると、海を見に行くようにしてるんです。やっぱりね、人間ってね、水はね、落ち着くんですよ。体内はね、ほとんど水分でできてますよね。そして、人間はお母さんの体内にいる。やっぱりね、水っていうものがね、人を引きつけるんですね。この水と相性がいいのはやっぱり太陽ね。というわけで広い広い太平洋、駿河湾に沈む夕日を見ようと思って来たんです。来たんですけど、夕日が沈む場所西でしょ。西がねあっちなのよ、あっち向こうの方に太陽見えるでしょ、ね、あちらが西、そして駿河湾こちら。どうすんのこれ。いやいや調べてから行けよって話なんですが、目的がもう一つあるんです。それは海を見ながらビールを飲むこと。駿河湾に沈む夕日は見れなかったけど、ちょっと静岡爆酒で乾杯しましょう。夕日を見ながらね、向こうへ行きます。おう、じゃあいた
ただきます。最高、うまいね。海辺で飲むビールは。誰ですか、路上飲みなんて下品なイメージを植え付けたの。これ僕にとって神聖な儀式なんです。さあ今度はですね、もち胸というところに来ました。ね、もち胸といえばですね、やっぱりあれだと思うんです。そう、もち胸の街を歩くとやたらと目立つしらすの文字。右を見てもしらす、左を見てもしらす。これには理由があるんです。それはもち胸が日本屈指の水揚げ量だからなんです。というわけで、新鮮なしらすを求めてもち胸漁港にあるお店にやってきました。すごいでしょ、このコンテナ作りのお店。さあ目当ては釜揚げと悩みましたが、やっぱり新鮮な生しらすでしょう。ということで、こちらが生しらす丼。取り置きに入っているせいか安いんです。700円ですよ。それではもち胸のしらす丼いただいてみたいと思います。生姜の上に醤油を垂らしてしらすと混ぜ合わせて一気に口へ運ぶ。うん、これは生しらすだ。生しらすは鮮度が命。水揚げされたその日にしか食べることができないんでね、とっても貴重なんです。ちなみに釜揚げしらすは水揚げされて30分で釜揚げされるそうで、やっぱり鮮度が命、スピードが命、それがしらすっていうことなんでしょうね。あ、そうそう、この生しらす口に入れてもいいんですけど、見てるだけでも可愛くて飽きないんですね。生しらすって可愛いと思いません？漁港を見ながら外で食べる生しらす丼、とっても美味しかったです。さあ生しらす丼を食べた場所から漁港をぐるーっと回った反対側にある場所、このおしゃれな建物なんだと思います？こちら港に湧く天然温泉の施設なんです。というわけで、せっかくなんでね、入っちゃいました。中はスタイリッシュな造りに安倍川水系の天然地下水、そして高濃度人工炭酸泉がとっても気持ちよかったです。さらに遠赤外線サウナと天然地下水の水風呂で整い、露天風呂で癒されました。さあ湯上がりにはこの一杯、当然ビールで乾杯です。ところで何か気づきません？そう、このビールのラベルちょっと変わってるでしょ。この商品スターウォッチャーといってクラフトビールなんです。ラベルの詳細、製造所のところを見てみると、静岡市駿河区もち胸2-18-1。そう、まさにここなんです。これどういうことかというと、もち胸港温泉の建物内にあるクラフトビールのお店だったんです。訪れた日はテイクアウトのみの営業だったんですが、温泉施設の中から製造所を見ることができました。それでは改めてスターウォッチャークラフトビールを飲んでいます。缶のプルトップを開けるとフルーツの香りが広がり、ジューシーな甘みを感じた後はウッディーな余韻が口の中に残ります。天然温泉に浸かって漁港を見ながら飲むクラフトビール、悪くない一日でした。さあ静岡の夜でございます。といってもね、まだ明るいんですけどね。今回のグルメ旅はあえておでんとマグロは外していこうと思ってるんです。ただね、今静岡駅の周辺にいるんですけど、やっぱり静岡駅周辺に来たらここは行っとくべきだと思うんですね。というわけでやってきたのは静岡駅から徒歩10分、青葉おでん街。どうですかこの景色。小さな通りに10軒以上のおでん屋が軒を連ねているんです。そして夜になるとまた違った姿を見せるんです。これどこに入ったらいいか正直迷ってしまうんですが、声をかけられたお店に思い切って入ってみました。すると美味しい食事に楽しいトーク、
それなりに満足できたんですが、問題はお会計。料金の掲載はなく、ネットの口コミを見てみると複雑です。さあ、由比の港にやってきました。後ろがですね、もう由比の港なんですけど、ちょっと見てくれます？いいじゃないですか、この港に漁船の数々、絵になりますよね。さあ、そんな漁港の町、由比の名産は桜エビ。というより、桜エビは駿河湾でしか取ることができないですからね。桜エビだけを求めて由比へやってきました。目当てはもちろん由比産の桜エビ。せっかくなんで数種類ある桜エビ定食を頼んでみたんですが、どうですかこの桜エビの数々。特に鮮度が命の生桜エビは見てそれとわかる輝き、まるでピンクの宝石。そんなピンクの宝石、桜エビを口に含むと噛んですぐわかるその甘さ。桜エビってこんなに甘かったんですね。甘みを感じる生の桜エビと違って、釜揚げ桜エビは旨味がぎゅっと凝縮されて、生とは違った濃厚なエビの味が味わえるんです。この釜揚げ桜エビ、食べた人はわかる、うなずける味です。続いては桜エビのかき揚げ。まあ、ちょっと音を聞いてください。どうですかこのかき揚げのサクサク音、まさに揚げたてって感じでしょ。そんな桜エビのかき揚げには、同じく桜エビを使ったひげ塩をかけて食します。こちらのひげ塩、そんなにしょっぱくないんですね。ほんのり塩分って感じで、桜エビの味をちゃんと生かしています。正直衣が桜エビの邪魔をするかなと思ったんですけど、そんなことないんですね。皮までバッチリ食感でした。そしてそして、お吸い物を飲むんですけど、これにも桜エビが入っていました。芸が細かい。さて、食事が一段落したところで追加注文します。スーパードライブラックさん、はい、こちらのお店、ご飯のおかわりが無料なんですが、あえてご飯のおかわりはせず、残った桜エビの料理を酒のあてにする。ちょっとしたことで贅沢の気分が上がりますからね。それにしても、キンキンに冷えたビールを昼間から飲む、いやー最高にたまらんですな。白いご飯に相性の良かった桜エビの佃煮、もちろんビールも相性が良かったです。もう本当に美味しすぎるでしょう。特うま由比の桜エビ、本当に恐れ入りました。さ、もうね、本当のんびりとしたね、静岡を過ごしてるんですけど、日常にあまり関わりがなくても出かけた先で向かってしまう場所、それはね、神社仏閣だと思うんですよ。というわけで、向かった先は静岡浅間神社。こちらの神社、徳川家康とのゆかりが深い神社なんです。そんな浅間神社では、無病息災を願う枠ぐりがありました。見どころは細部に装飾が施された建物。現在平成の大改修真っ只中でした。さて、浅間神社は七社参りが有名で、そのうちの一つを紹介します。この後ろにね、長い100段ぐらいの階段があるんですけど、登った先はきっと絶景だと思うんで、ちょっと登ってみましょう。登った先は七社のうちの一つ、葉山神社があるみたいです。さあ、朝早いですけどね、長い階段登って汗をかきましょう。僕はね、あんまりね、山登りとか好きじゃないんだけど、まあ苦労しないと
綺麗なものは見れないということでしょうかね。そうです、楽した先に価値はありませんなんてそんなことを考えながら歩いていると出てきました葉山神社。結構小さめの神社なんですね。ここで諸願成就。さらに上を目指します。なかなかしんどいよね。この後食べる食事がとっても美味しく感じると思うんだけどね。登った先には静岡の街を一望できる景色が待っていました。いやー本当にね、すがすがしいよね。もう食べてばっかりいると太っちゃいますから、朝は神社仏閣巡りとハイキング、これで決まりでしょう。浅間神社の七社参り、そして色とりどりの花と緑の光を浴びてパワーを得ましたかもね。さあ、そんな浅間神社の近くでお昼ご飯を取ることにしました。うなぎのかがり火。今回の静岡グルメ旅、締めはやっぱりうなぎにしようと思ったんですけど、なぜこのお店にしたかというと、神社から近いという理由だけではありません。ネットの高評価と店主の丁寧な返信に惹かれて来ちゃいました。そんなネットの口コミで評判の良い特大うなぎ1尾をいただくんですが、もうこれ見てそれとわかる大きさ。いやー見ただけでこれ大満足ですよ。でも実際のところは食べてみないとわからないって。いやいや何を言ってんですか。うなぎは厚みがあってふわふわのホクホク、これをうまいと語らず何を語る。ちょっと甘めなタレは必要最低限、うなぎ本来のうまみを潰すことがないんです。そのため追加のタレを必要としませんでしたよ。そしてお吸い物はもちろん肝入り。この肝の食感と風味を十分に堪能しました。いやーほんと静岡グルメ旅の締めがかがり火さんでよかった。特馬だらけのグルメ旅、これにて終了。さ、食べる静岡第2弾いかがだったでしょうか。僕はね、食べたいものを口にすることができて非常に満足しています。旅はね、1度目より2度目の方が大事だと思ってるんですね。1度目はベタなところに行ってベタなものを食べる、2度目は少し土地勘がついたんで足を伸ばしてさらに食べたいものが増える、これが僕の旅のスタイルなんですね。それではまたいつか静岡グルメ旅やってみたいと思います。静岡の皆さんありがとうございました。楽しかったでしょう。